はい。ちょっとトンネルだったんで申し訳なかったです。あ、いえいえ。正直あのこちらの状況としまして、私から電話をかけようとすると、ここのところからは電話かけれない、だけども電話を受け取れる、こういう状況ですね。あ、ごめんなさい、もう一度お願いします。ちょっと電波悪かったです。あのまずあの私から電話をかけようとしてもなかなかかけれない、今事務所内にいるんですけども、ただしそちらや、区役所の、公務員の方からの電話は電波が入るんですよ。それは、一応ね、国民年金基金の方を、その控除として使えるかどうか、生活保護で、で、まあ、一回聞いてみたんですけど、まあ、それ、無理だったんですよね。で、その電話で、折り返し電話かけますの話で、まあ、気持ちよも、電話が何回か鳴ってたんで、僕から電話かけようとしたら、休憩室からとかではかけれないですね、ちょっと離れたところでも。つまり電波が悪いということですかね、そこの中継。いや、わかんない。いや、そちらからの電波入ってくるので、その契約なのか何なのかは僕はわからないんですけども、まあ、ちょっと一応、駐車場のところまで行ったら、ネット張ってるところの外まで出たら、はい、まあ、森谷さんの話ではネット張ってるところからこっちがうちなのでっていうことだったんですけど、そのうち側からね、僕は電話かけれないっていう状況なんですよ。ああ、そうなんですね。はい。これ何かありますね、正直。はあ。だから、まあ、働いてるところも昔フルーツラーパークか何かで、まあ僕に何かいろいろ言いに来た人たちとかも働きに来てるっていうところは、もう今もだいぶ思い出してるところなんですよね。で、勤務者の中に、立花商会というところがあって、そこでもしかしたら昔から僕の住宅に、こう、喧嘩売りに来るようなことを言いに来た人間が、まあ勤務してる可能性があると。で、まあ、正直そこの、ゲンちゃんって呼ばれてる子はひどいですね。もう勤務中にすぐ歌歌う。で、規制を上げる。で、その別に精神病院とかそういうことじゃなくて、真面目に生きてなかったらそこの仕事は、めちゃくちゃいいんだろっていうことをまずしっかりと教えなきゃなんない。だから、あとはその、の現場のことですね。そう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 。あともう一人はね、女性の方で、立花なんて言ってましたかね。もうとにかくね、意図的にこちらが不愉快になるような笑い方をするなど、まあなんかもうその方法でもなんか以前どっかで見たことあるなと思うんですよ。で、自宅まで絡みに来てるのか、フルーツラーパークで僕は勤務してるかぐらいだと思いますね。他の僕の勤務地のところでは見かけたことなかったとは思うんですけども。あ、そういうことが今現場で起きてたということですね。起きていました、起きていました。で、いろいろ説明しても、なんかね、そのまだ若い男の子で立花っていう子も、やっぱりまだ子供ですね。その真面目な話をしてるときに受け止められない、なんか捕まえるだろうなんだろう、そっちがどうこうみたいなことを言ってくると、はあ、で、その僕は何か聞いたときに、そのいろいろ何か言いに来たかっていうことを、そのゲンちゃんに、あ、ゲンちゃんって呼ばれてる子に言ったんですよ。そしたらもうふざける対応、動きでね、動き方で、あとなんかこう緩衝材の上に正座して、こう、そのまま、移動したりとかして、その、足がなくなったら何だろうとか、もう、ちょっとね、もう、僕が上のものだったら働かせないですね。というような人が、いつから働いてるんですか？ずっとでも。もう、僕もわからないですね。彼らは自分のことを、まあ、18歳だとか、27歳だとか言ってるんですけども、それも、そんなのもう身分証明書で確認せなかったら、嘘言われてきたらもうどうしようもないでしょう。だから、もうこのテレビの放送からしても、どんなつもりで、その喋ってるのかっていうところですよね。テレビ、
テレビの放送とは何ですか？ああ、だからウクライナとロシアの戦争とかのああいうフェイクニュースとかですよ。ああいうふうな形で、まあ、ロシアは軍事費縮小を毎年している、国連条項で軍事費の縮小はしている。で、かて一応ね、岸田さんとかには、あの僕のホームページ淡井圭介の履歴っていうのを見てもらったら分かるかと思うんですけども、河川水門開式弾発電とか地下水流トンネル発電っていうものを考案していて、それによって多くの電力を得ると。で、それらの件はまあかなり昔からあって、まあ、菅政権の頃にその日本海側に琵琶湖からトンネルを日本海に通すのか、そのとも太平洋側に通すのかの、まあ、話で、まあ、日本海ということで、まあ、菅さんの意見の通りで、まあ、僕の方も承諾しているような状況だったんですけども、まあね、昔から上の方と関わってるんで、どんな話を聞きつけてどういうふうに絡みに来てるのか、そのまあ、スポーツ業界とかの話もそうですし、お金の流れもよく分かってるのか分かってないのか、例えばスタジアムの建設費、例えば東京ドームだったら848億円か868億円ですから、そんな年俸なんか誰も与えてへんよって、与えたらそのもお料にあるよっていうことも、敬語でね、最初は教えてあげてたんですけども、なんか、まあ、その年1億以上僕稼ぎたいんですとか、なんかもうちょっと現実離れしたことを言っていて、まあ、この間その日から数日経過してから年商のことですとか、後からなんか言い直してきたりとか、まあ、したりはしてるんですけども、ちょっとね、もう正直その立ち話紹介っていうところもちょっと手に負えないのは手に負えないですね。真面目な問答はできないですから。つまり、森谷さんの、監督下にある阪神主管の現場において、今言ってらっしゃるようなその立花紹介というところが人を送り込んできていると。そこはまあ、受け負いって言われたことと、いや、最初は人材派遣会社だって森谷さんも言ってたんですが、もう、あ、違うか、受け負いかっていうことは言ってたんですよ。で、一応ここのその休憩所とかに立ち話紹介っていう札が貼られているんで、だからもうその辺のところもね、もう本人らが言うには野望ですって言ったんですよ。で、それで、そしたら立花さん、確定申告を書いたことありますよねって言ったら、ないって言うんですよ。ああ、そしたら家の建て方とか、それ民家ったら所得税の控除で家建てるもんだが、若いから早く結婚して早く家建てるですよ。で、ただし社会保険はしっかり入ってっていう話をしてたんですけど、まあ、確定申告あれ自分で書かなかったらその話もわからないでしょうから、はい、まあ、そういう意味もですね、まあ、あとその女性のね、まあ、従業員の人間もだいぶ絡んできてたんですけども、はい、まあ、一応日々僕が話していく言葉の中でエネルギーの残存量問題の方ですね、石油に関しては僕は若い頃で69年分、まあ、20歳ぐらいですから今から26年ぐらい前ですね。で、2011年のデータで、世界国勢税で、世界国勢税でよかったか、まあ、59年分、2011年ぐらいのデータ で、2022年のデータで54年分で、もう消費の方がどんどん拡大してね、車売りすぎたんですよ、結局のところ。トヨタとか、まあ、日本のメーカーだけじゃなくて世界中で。で、先進諸国化が、多くの国が成り立ってしまってると。で、スマートフォンも、ケニアとかでも前からも出回ってましたから、日本がガラパゴス経済の頃に、マサイ族の人たちがスマートフォン持ってましたからね。だから僕たちが考え、時間の経過とともに、ものすごいスピードで、世界中で、先進文明食化してるっていう、この状況下の中で、テレビも本当はフェイクニュースなんか流してる場合じゃないのに、そういうような形になってしまってる。世界国勢税では日本は軍事費が上がってるんですけど、それは岸田さんとかに、河川水門開始弾発電とか、その辺のところで、国防だから予算、つけといた方がいいんじゃないですかっていうことを言って、西側諸国に関してはその辺のところで予算がついてるような形になってるのかなって思いますけども、 F35 の線もはっきり言って、それも現場見に行かんかったら庶民見んかったら分からへんわっていうような状況ですね。もう僕なんて読めないですもんね。はい、ごめんなさい、私今
中貨物の現場と今の M35 の話の関連性が全然見えないんですけど、昔から政治経済と深く関わってるっていうことをまず、ご理解していただいて、昔からね、僕のアリの第一タウンハイツっていうところに絡んでくる連中が多かったんですよ。あの喧嘩売りに来るようなことを言いに来る人たちがね。で、はい、私の自宅の裏に、春山整骨院というところがあるんですけども、そこは2003年に建物解体されているんですよ。でそれは判例付きで解体されたのに、2010年頃に再オープンさせて、で最初の頃はね、もう夜の12時まで0時00まで、営業している状態で、もともと人口がすごく密集している住宅地内で多くの人が出入りするような商業施設を作ってはならないっていうことになってるんですよ、判例で、はい、だから、もう一回解体、2003年に解体されてるのに、もう一度そこに、春山整骨院というものを作って、そこに、いろんな人間が、たまり込んで、どんな話をお互いにしていたのかとかで、結局もう僕も手に負えない状態です。1日で100件ぐらい絡まれるのがもう10年以上続いてましたから、多い時200件、だから1回の件でも多い時相手10人とかで命の危険とか感じてましたし、だからそういう風な状況でしたから、私の町自体がね。でアダルトビデオショップの伝えはもう今まで、私の方から六法全書を広げてまず言いに行って、まあ、その後、裁判所に持ち込んでなどで、潰してきたのは有野中町と藤原台で一軒一軒はあります。あと北新ビルの、1階のところも昔あったんですよ。あの個人ショップみたいなレンタルビデオ、アダルトビデオコーナーで、そこも潰したんですけども、まあ、それは20歳ぐらいの頃ですね。だからもう それぐらいの頃から、そのエロ業界側なのか何なのか、そういう側の勢力のやつらともうずーっとトラブルですね。もうそいつらがずーっと喧嘩打ってくる。そういうことがあったんですね。これしっかりと録音最後しといていただいたら、なかなか忘れることはないかと、まあ、また聞き直せる。ないんですか。今のこのお話が、その結局、立花紹介の話につながるわけですね。そうですね。その喧嘩売りに来たのか、そもそもね、ただね、その、まあ、見た目で確かに若くて、で、私が働きに来たところに、親が子供を連れてくるケースが多かったんですよ。だから親が何を勘違いしていたかっていうところもあるかと思うんですよ。それで仕事が手に入るだとか、たくさんお金が稼げるだとか、何か勘違いして、子供を連れてきていた可能性もありますから、もうそれは本人らに聞かなきゃなんないんですけども、本人らも本当のことを言うつもりがないから、その来たのか来てないかのところで、いいえもはいもどちらも言わない、とぼける、ただただ、ふざける。それがけんちゃんっていう子ですね。けんちゃんっていう子が今の現場でいて、鑑賞台の上に座って足がないとか、1億円稼ぐとか、そういうことを言って、1億円の方は立場はっていう、そうですね。その仕事中ね、すぐ歌い始めたりするんですよ。そしたら、私、ちょっと、ね、職場の環境は良くしないといけないとも思いますし、はい、はい、だと思います。クライアントのお話なんで、それは、森谷さんとお話しするようにしますね。はい。わかりました。あと、それと、女性の方ですね、その、メガネかけた髪の毛を染めている女性、そのものもね、仕事中にもう、キャッ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 すぐ言い始めて、で、意図的なんちゃうかなって思っていて、まあ、ただもう誰かが僕の話を聞いて、真面目な話を聞かせに行ってくれたとは思うんですけども、まあ、今日の休憩室では、そういえば、あの人がルミナスへどうこうで、それで、車、買わん方が良かったかもしれないとか、まあまあ、まあちょっと態度の改善は見られるんですけども、だからそのエネルギーの残存量問題って、ね、もうこれ正直、日本人だけじゃなくて世界中の、20歳前後、20歳以上の人間がしっかり覚えておかなかったら、もうこれもうどうにもこうにもなんないですよ、本当に。っていうところから、各会社の人たちに覚えていただきたいですね。そしたら今聞いている立花紹介の2名のことについて、キャッキャキャッキャ言う、それから鑑賞台の上に座るとかといったような、そういった本来の業務中にあるべきことないようなことをしているということについて、そうですね、課長、森谷さんも一応知ってる、見てる、もしくは知らない、どっちでしたっけ。
いや、森谷さんは聞こえてますよ、どう考えても。で、森谷さんも耐えてる方だと思いますよ。分かりました。はい。ちょっと今日の方は全く注意しないっていうのも、それ無理あるから、その聞いていてね、タイヤがどれがどれかやっぱり分かんなくなっちゃうから、お客様の名前だとか、番号だとか、そういったところは、もう何が何やら分かんなくなるから、だから、それもやめてほしいっていうことですよね、私としては。そしたら、ちょっと今日森谷さんと別件で喋ることがあるので、早速今から喋ってみますね、はい。ありがとうございます。はい、ちょうどもう、はい、シャッター下ろしてるところなんで、大丈夫かと思います。はい、はい、ありがとうございます。どうもすみません。はい、どうも。あと、契約書の件ですけども、仕事がもし休みになったとき、これ、有給っていうことになりますよね。仕事が、もう一度お願いします。1月の、9日だとか10日だとか、まあ、仕事が順調に、進んでいて、こちらのね、派遣の人の、仕事始まりがっていうことになってるんですけど、週3日の契約でしょ。だからその辺のところで、休みとして扱うんだったら、有給というような形で、有給手当っていう形になるんじゃないですかっていうことを、まあ、先ほど、まあ、森谷さんとお話ししてたんですよ。で、その辺はどうですか？ごめんなさい、全く話が見えてません。まずもって、週3日入れるっていう、はい、まずそこから入りますという淡井さんのお話があって、はい、今現状があるんですけれども、はい、何の話で今、有給という言葉を森谷さんと話されたんですかね。ちょっと私は全然把握しないです。いや、仕事始まりは4日かららしいんですけど、まあ、その時はなんかこう神社連れて行ったりとか、まあ、何かそういうことで自分たちの直接の雇用者とも言ってるんで、だからね、その請負の方で自分たちのなのか、ちょっと僕も一人一人それこそ書類見なかったらわからないんで、森谷さんの話を聞いていても、まあ、だからまあ5日には絶対仕事されてるんだとは思うんですけども、その4日が仕事始まりとはおっしゃってたんですけども、よくね、その辺のところも聞いていて分かんないんですよ。よくからその神社行くことを仕事って言ってるのか、正社の方ですよね。森谷さんがおっしゃってたことなので、その仕事始まりがね、その今どんどんずれていってる話をされたんで、その10日だとか、まあ、この間言われてたのが9日、その次が10日だとか、まあ、これぐらいの日に呼ぶと思いますっていうことだったんですよ。だから、9とか10という話ですね。そうです。だからそれまでの間、じゃあ有給休暇ですかって、まあそういう話をしてたんですよ。まずもってなんで有給が発生するんですか、働いてないのに。あれ、条件何でしたっけ、六法全書で。すいません。別に弁護士に聞いていただいても結構なんですけど、本来、クライアントから出勤してくださいっていう日に対して、淡井さん、このスケジュール行きますかっていうことで、クライアントからの要望のその出勤日数と、淡井さんの方の行けるっていう日に対して、日当が発生するっていう、そこは常識で分かってるんですけれども、それ以外の部分について契約書の書き方とかに結局こだわってることを私は今から申し上げるんですけども、それしちゃうと、有給休暇が、存在しなくなるじゃないですか。だからそれはそれで無理ですよって、土日祝日に関しては、祝日法で定められてるんで、それは、法定でも、払いますっていうことを、ちゃんと、払いますと。で、取り下げという件で、できませんかっていうことは、株式会社神戸ワインさんは、言ってましたね。で、お金は振り込まれました。ごめんなさい。ちょっと今私、淡井さんが、じゃあ淡井さん、そもそもの話聞きますね。有給の、定義を教えてください。それね、正直六法全書見ながらじゃなかったらかなり難しいですね。で、正直ね、僕も労働基準局が出してる書類とかいろいろ見ましたけども、その余計あれ見ていたらややこしくなりますね。だからもう正直それも裁判所で裁判しなかったらこれ分かんないじゃないですかっていうことになるじゃないですか。だからなぜ世の中こんな無理な形してるんだろうなっていうのが正直な話で、やっぱりこの間丸山さんに年金2000万かけてなかったらその一月の支払いが15万までいかないですよって言った時に丸山さんは驚かれてたじゃないですか。だからこれがね、正直私の感じてる壁であって、
その公務員の方たちも含めて、そういうことはあんまりよくわからない、今、事実、マクロスライド経済とかで平成12年に法改正とかありましたけども、で、その時には来てみないと、本当にわからない部分は確かにあると思うんですよ。だけども、年金の支給額が男性で15万円以上の人がなんとか5割、ちょっと前のデータで、で、女性は3割ぐらいだったと思いますね、15万円以上の人。淡井さんの持ってらっしゃる知識を今聞こうとしてるのではなしに、わかります、わかります。仕事の範囲で、マネアさんが、仕事の範囲内で物事を収めたいっていう考え方、わかります。で、あんまり、仕事の範囲で納めたいとかという話ではなしに、はい、そもそも働いた分に対して日当をお支払いするというこの契約において、今1月の4日でしたっけ、5日でしたっけ、その出てらっしゃらないのにこれ有給ですよねって言われたことに対して、私は一応社労士と弁護士に確認しますね、その、一回してもらえますか、働いてもらえますか、これね、有給ということの定義で当てますか。いや、だからシフト運動の話になりますよ。だからそれで、シフト作る作らないだったら、それだったら最初から何月までっていうこの期限切ってるのじゃあ何なんですかっていう話にやっぱりなるから、だからその辺のところね、それ人によって意見変わってくるし、裁判中にねこの程度でどうですかっていう話も事実としてあると、和解とか、だからその辺のところをみんなで答え出し合わなかったら、これこんな社会作ってたってもうみんな後でもう絶対無理きますよ。エネルギーの残存量もでもそうですけども、今の淡井さんの、理論といいますか、それが分かってなくて、社会の話という以前に、そもそも、じゃあ私は、ね、答えですね、これっていうその答えをみんなにしっかり持ってなかったら、やっぱりこういう会話になっちゃうんですよ。すみません、私、全然今理解できないです。その働いた日に対する日当の話分かりますけども、その有給のことについて、今、淡井さんが、社会がとか言ってますけれども、すいません。そもそもこの派遣契約のこの中において、有給というものがあるのが六法全書で正しいということで大丈夫ですか？のはずですね。その週3日以上で出勤で募集をかけていて、それに、契約を交わしている以上、その週3日出勤してない日は、有給という形になるはずですよ。だってそれなかったら正社員の人の契約をどうするんです、本当に。そんな話で回ってって、はい、その部分について今の言葉をそのまま弁護士と社労士に確認しますんで、正直保存してもらって、そのままストレートに聞いていただきたいですね。で、そのままの僕もその回答の音声聞かせていただきたいです。それなかったら、やっぱり記録なかったら僕もわけわかんなくなりますね、本当に。それやったら交通費出すんで、うちの弁護士のところに来てください。はい、はい、はいはいはい。そしたら話早いじゃないですか。はい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 、はい。記録とか言ってますけども、そうじゃなくて、ね。ご自宅から、その弁護士とか、社労士のところに来ていただいたら、ごめんなさい、丸山さん、告訴の方で行くんだとしたら、その、勤務中、いや、今さっき丸山さんの方から告訴と聞こえたんですが、違う。いや、言ってません、そんなん言ってません、言ってないです。淡井さん、録音してください。私、今、電話聞いてから、はいはい、告訴のこの一言も言ってないですよ。言ってないですか。どうぞ、録音してください。はいはいはい。私が今聞きたいのは、働いてない日に、有給ですよねって言われて、これがどういう意味ですかって聞くと、いいですか、六法全書を見ながらないとわからないってまずおっしゃる。それと、はいはいはい、労基の方に聞いたとしても、それは正しいというか、よくわからないっていう。あ、やっぱり。います。じゃあ、これね、丸山さん、もう長年生きてらっしゃって、裁判所行ったら分かると思うんですが、労働基準局の人とか裁判所で勤務したりしてるでしょ。だからもう、あの状態で、で、結局、法廷で結局、やっぱり払うのかっていう話になるから、だから、その辺のところでね、もう答え一つに絞らなかったら、もう、きりないから、自分のやつ。いや、だからその。何の話ですか、はい、私ね、淡井さんに働いていただいて、中貨物さんも喜んでいただいて、今この電話をするまでは、よかった。
ったと思って今聞いてました。はい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 。そして、先ほど言ってた2名のその人の話で。はいはい、だからそのことかなと思って聞こえたんですよ、そういうふうに。聞こえたからこちらも本当に。多分そういう ところあるから AI とかのコンピューターの方かなってやっぱり思うから、こちらも。報道ステーションの大越キャスターとかも正直もういいです、その報道ステーションの話とかはもういいです。だから今私は淡井さんからもらった質問をそのまま弁護士と社労士に確認します。はい、何かこれ録音してくださいね。はい、働いてない日週3日のもともと出勤しますというお約束で、はい、契約ですね。はい、来ましたね。そこ当てますね。当てます。はい、今の河合さんの話していくと、働いてないこの2日については有給ですよねっていうことを今私に言ってますよね。働いてない2日っていうのはもうよく分かんないんですよ。その1月の状況も後になってから分かるっていうことをおっしゃってるんですよ。だから仕事のペース早いから、もうもしかしたらもう12月中だけで終わるかもしれないみたいなことを森谷さんおっしゃってるんですよ。ああ、そしたら、あの森谷さんのその話に対してはこちらが用意する答えは淡井さんに対する答えですよ。1月の15日か16日までの雇用契約あるじゃないですか。で、あの中鴨本さんの仕事が、例えば今の私ちょっとまだ森谷さんと喋ってはいませんけれども、12月で仕事が終わるっていうんであれば、1月から残ったこの雇用契約期間の中で違うお仕事をご用意します。だから、雇い止めなんかするつもりはありません。ぜひ、1250円でない1300円とかのそのお仕事をご用意をするので、そして、これ、録音してくださいね。これ、してます、今してます。今してるというか、最後保存、絶対押します。慎重に動いて。じゃあ、また言いますよ。はい。これ、大事な話なんで。ああ、それでは、忘れないように、どうぞ。言いますよ、はい、雇い止めなんかするつもりはありません。せっかく1月の15か16までいいですか、雇用契約結んで、そもそも中貨物の現場は1月の15、16までの仕事なんです。あ、いいですよ、私そういう期間であればということのお話に今来てるんで、そして中貨物さんの方が12月で終わるかもっていう話が今あったんですよね。そうそうそう、はいはい、そしたら残った期間については私の会社が雇い止めはしません。そして他のお仕事をしっかりご準備します。で、そこで働いていただいて、本来得るべき働くその日当給与が確保されるようにします。これが本来の派遣会社がするべきことです。だから、そのことをします。そう、だからその辺のところもともと労働基準法に出向の一文字入れとりゃいいじゃないですか。出来高請負い、歩合とかそういうことを、あ、ごめんなさい、丸山さん言ってるんじゃなくて、政府、岸田さんとか知り合いですから、麻生太郎さんも、鳩山由紀夫さん、邦夫さんとかも、もともと僕と会ってから総理とかなられてる方で、例えば兵庫県の井戸さんもそうだったし、知事の。で、まあ、だからその辺のところで、まあ、いろんな改革はいろいろ我々でしてきたつもりではあるんですけども、まあ難しいですよね。一度広がった人材派遣会社をじゃあどうしてあげるのっていう形で。ごめんなさい、私、岸田さんとの話関係ないです。まあ関係ないでしょうね。はい、河合さんが求めてる答えをちゃんと、今言ってるっていうことをお伝えしたいっていうことを、ね、そうです、弁護士と社労士の方に大の法律に取った分で返します。これがまず淡井さんからもらった答えに、はい、質問に対する答えです。だから、わかります、言ってること、なんとなく、もう働いてなかったら、うちもお金回して、そこからお金回してもらえないからって、まあ、言い方悪いですけども、そういうことですか。いや、だから、その中貨物さんの方から、どういうふうな契約をされているんでしょうかっていうところなんですよね。1月の、もう雇用契約書で書いてる通りの間、繁忙期なので、タイヤの保管整理業務ということで、就業規則明示の方にですね、書いてる通りの仕事を受注しただけです。それ以外のことがないです。ただし、今、私のキーワードで抜けているのは、課長の方から、いいですか、
12月で終わるかもしれないなんていう話は私は聞いてはいないので、そしたら派遣会社としてみたら分かりましたと。そもそもクライアントがそういうんやったら会社対会社は理解しましたって。ただし日本電機と淡井さんという雇用契約を結んだ当社としてみたら淡井さんの時間を作ってもらったということに対して中貨物さん以外のお仕事を提供する、これが本来の当たり前のすることなんで、それをしようと思ってます。それで、ね、丸山さんちょっとご相談したいんですけども、正直ね、私関係でテレビに出たアナウンサーがまあ大半残ってるんですよ、テレビ局に。で、何の話ですか？いや、そう、ちょっと、ね、順番に話させてもらいます。で、一旦全部聞いてください。そのテレビ局の関わり云々等で何を勘違いしたかよく分かんないんですけど、昔から僕の住んでるところにその絡んでくる連中っていうのは昔からたくさんいたと。これがもう現実なんですよ、私の。だからその自分の自宅近辺とかで働きに行っても、まあ、数年前に、まあ、桃源郷っていうその、まあ、老人ホームですね、まあ、そこで働いた時にやっぱり絡んでくる人たちが、まあ、いたと。でそこでその結婚話うんぬんとかをしてからテレビに出た女性アナウンサーがもう20人以上いて、で全員名前と住所の電話番号わからない。でも僕もその話されたら嫌だから、やっぱりある程度の苦情になりますし、でやっぱりそういうことをもう なぜあなたたちは自分たちが知ってるその話がそうだと、それが真実だと思ってしまうんですか、本人がこう言ってるじゃないですかっていう形にやっぱりなるんですよね。まあ一応、自分の自宅近辺正直厳しいかなって思いますね。もうこの辺に住んでる人間が散々絡みに来てるから、で嘘とかがだいぶ広まってる、まあ、自分たちで伝言ゲームとかをしていろいろ話の幅を広げて、でそのまま放置されてしまってるんだと思うんですよ。僕は自分でホームページに書いてどういうふうなことがあったかっていうことを記載してるし、まあ、途中から YouTube でもうある程度のことを言っています。でもう全部ほったらかしですね、どこも。で、もう働きに近辺で働くのはもともとその話が仕事場でこの人はこういうふうな、今までの事情があってこうだったんですっていうところとか、それワンセットにして話してもらえなかったら、でも勤務中にふざけてそういう人間なんかいたら、それはね、やっぱり頭の中でいろいろ考えるじゃないですか。こっち仕事を素早くこなしてる、でそれで浮世で向こうが早く仕事帰ってたくさんお金もらえるんだったらみたいなことも一緒にやっぱり頭の中よぎったりするんですよ。そんなめちゃくちゃな話ってやっぱり、まあそれは言ってないですけども、言ってないですけどね。何が私と当社と淡井さんに関係あるんですか今。それはそこ、ね、人材派遣会社として、仕事させていただいているんで、その心情ですね、その仕事を早く終わらせて、であちらは本当に受け負いなのかどうか、その森谷さんもいまいちよく分かってないようなその受け答えだったので、だから、いや、あとも森谷さんの上っていうことは役員の人は契約交わしてるんじゃないかなって僕も思うんですけども。関係ないです、別にいいですって。中貨物さんとそちらの話はいいので、いいですか、ご自宅にいろんな人が来る、そしてそれがある。じゃあ簡単に言うと、淡井さんはっきり言ってください、当社が12月で終わってしまうと今話を聞いている状態で、4月以降にいいですか、本来雇い止めは良くない、それに時間を取ってもらったから、違う職場を提供したいって言ってますけども、それが、ね、自宅の近辺だったら、いらないって意味ですね。自宅の近辺だったら難しいですね。その自宅の裏に春山整骨院っていうのが出来上がって、そうですね。あ、そう、前に丸山さん、介護の仕事があって、進めていただいたじゃないですか。でその介護職の人間の間で。別に、淡井さんに進めてませんよ。淡井さんに介護の仕事なんか進めてないですよ。間違ってはいけませんよ。外国人の人を日本語を教えて介護の現場に紹介している有料職業紹介をしているということであって、はい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 、に対して紹介も何もしてません、それましてはしません。ああそうですか。だから別に介護の仕事を淡井さんにしてもらおうなんて思ってないです。
でそれでね、ちょっと全然、まあ、こちらの私事になるんですけども、12月28日にその皇居の方へ行って、その私なりに考えているその自然再生可能エネルギーとか、その辺のところはもう昔から政府上層部は知っていた。で、それをスタートさせるんだったら、やっぱり1月15日で仕事を全て終わった方が、私としては正直ありがたいかどうかも、もうそこ行ってからじゃないと分かんないんですよ、どんな返答されるか。その雇い止めはしません、仕事紹介しますよっていうお話をされてる状態じゃないですか、はいはい、でそれね、本当に早く取り掛からなかったら、あのエネルギーの残存量問題ってもう50億人の命かかってることですから、だからなんですか。いや、だからそれが すぐに政府が動くっていうことで、何かね、仕事としてやっと、あ、そうですよね、もう一旦ここから出ます。あ、ごめんなさい、私もちょっと今からはまた違う現場、とこ行くので、はい、ちょっと今ここのお話はとりあえず、雇い止めは しませんと言ってますけども、河合さんは政府のことがあるから、そこまで分からないということで、手から見てもらう、話、返答をもらわなかったら、すぐにそれが GO で仕事として、私も仕事として成り立つのかどうかとか、それが何月からできるのかとか、もうそういう話、もう全く言ってからじゃないと分かんないんで、最後にじゃあ確認、森下さんも、もしかしたらその辺のところ、変な気遣いって言ったら変なんですけども、その方向で日程を。まあ、調整してるのか、だから そこまでしなかったら、僕も思い、その気配りでそういう風な方向で動いてみたんだけど、みたいな形になっちゃうじゃないですか。別に森谷さんの喧嘩してるわけじゃないし。じゃあすいません。違う言葉で教えてください。はいはいはい。12月28日に皇居に行く、そこから忙しくなる、そうなるかもしれないから、雇い止めはしたくないから仕事を紹介したいけども、それはいらないということでよかったですか？いやいや、もう、いや、そうじゃなくて、もう、もう言ってみないと分かんないですよっていうのは、もう、その自分のホームページとかで、河川水門解析玉発電とか、もうテレビ局の人間当時、政府の上層部は知っていた、だけども、眞子さまとかは、政治家の人たちに、まあそういう人たちが判断するものだしみたいな形で、なんかもうみんな他人任せみたいな状態になっていて、2019年再びテレビ局の方でそれは眞子様お受け付けに座ってらっしゃって、そういう、はい、もう話で来れないでしょ、派遣会社の一単独ではなしに代表なので、はい、他にもすることがあります。もう端的に教えてほしいです。河合さんが1月28日から雇用契約を結んでいる1月の15か16までの間、河合さんがこの日は働けるよというまでは、河合さんはスケジュールがわからない。だから仕事の紹介は今はされても困るという、その答えでいいですか？いや、それがもう自分の方で、その皇居行って、そこから丸山さんにご連絡みたいな形に、だから、ただ1月の15日までの契約のところ、だからもう話だんだん広がると、もう全部話ずれていっちゃうんですよ、内容。さっき、まあ、いや、だから1月15日までだったのか、その働いてみてから、その当社としての、以前言われていたような形で、自社の人間、はい、自社の話って何ですか？なんか先ほどそちらの方の音声で、あっちでも言われるよっていうような音声を今、丸山さんの声で聞かされて、だからコンピューターのシステムとかそういうふうに動くの知ってますし、だから、途中で丸山さんがあっち側になりますとかおっしゃってから、まあ、そうなのかな、どうなのかなって、僕も言いました、言ってないですか。どういう解釈されたんですか？いや、もうわからない。もう僕もその言葉の使い方されたら、何のことを言ってるのか、それしっかりと言ってもらわなかったら僕もわからないから。こうしましょう。ええ。その私があっち側って言った言葉を録音したやつを今度教えてください。聞かせてください。はい、はい、はい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 。何があっち側ってどの会話のどの部分で使ったかを。そう、絶対そうなるんですよ。はい。話広がれば幅広い人間であるわけで。何の話をしてるのか全くわからなくなるんですよ。
いや、本当に本当に。淡井さん、私は淡井さんのお仕事、契約期間、残ってる部分について、せっかく契約してもらったんだから、お仕事を紹介したい、してほしいっていう意向を伝えました。そしたら淡井さんは、12月28日に皇居に行きます。その後、政府とかテレビ局とか、いろんな、もしくは眞子さまの話が出てきて、僕はどうなるかわからないからっていうのもおっしゃいました。はい、そうなんです。そこは合ってますよね、録音合ってます、合ってます。エネルギーの邪魔なのがものすごく重要です。はい。そしたら、働けない、1月15日までに働けないって言うんやったら、いや、じゃあ、そこで、マヤさん、マヤさん、それ解釈、違う、全然違う、いくらなんでもそこまで素早く、もごも手配はないと思います。だから、正直ね、何が。ごめんなさい、淡井さん。僕も自分のことで、相手がどう言ってるのか分かんないですよ。録音を、ちゃんとまず録音してください。録音してます。私は、淡井さん。淡井さんが私に質問をした、有給の話ですよね、結局。それを、仕事で。これは、しっかり確認しますからね。それと、あと仕事で埋めますって言ったこと、それ両方ともちゃんと今、頭の中残ってます。仕事で埋めますっていうのは、雇い止めをしません。だから、はい、働ける日を教えてください。そして、新しい職場の方を考えたいと思いますということで、本来の、これ私の方でも言いましたけども、例えばじゃあ契約書で、正社員雇用とかそういう人たち、途中でね、シフトができてる、できてないなので、週、何日、まあ一月の労働時間が、180時間ぐらいだとか、正社ですよね、そうじゃなくて、結局、いや、今の僕の話もしてますし、日本全体のことも話してます。日本の話はいいです。ごめんなさい。私、一生懸命淡井さんの話を聞いて、ずっと答えを探そうと思って、最初からずっと聞いてます。で、もう、その社会、まあ、その有給のところは社会労務士の人からの返答を。弁護士の社労士ね。はい。そう、弁護士と社労士。で、はい、その辺のところも、だから、一回自分がね、その法廷に、その、代表取締役の社長の、金井健一さんが、当社はっていう話をされてたんですよ。こちらは土日祝日法で、土日祝日が祝日です。割増賃金はつけてもらうもんじゃないんですかっていうことで、ちゃんと法廷ではつけますっていうことになってたんですよ。だから、話が広がりすぎてて、もう頭が追いつきません。今、大事なことは、雇用契約を結んでる淡井さんの仕事が先ほどか知りませんけど12月で終わるかもしれないっていう話をしたので、そうしっかりと、はい、いいですか、残った期間についてお仕事を提供するっていう当たり前の常識にのっとってやろうとしてることです。それ今丸山さんが頑張ってくれてるっていうところは分かります、はい、でまずそれが一つと、はい、私は全く理解できてないのは、法廷とか金井健一さんの話って言われても、私はバカだから分かりません。ただいやいや、そうじゃなくて、もうそれ、裁判所の判例がもうあるから、その辺のところ。弁護士と言いましょう。交通費出しますから、淡井さん、複数の方法費ください。はい、弁護士と一緒に働きましょう。ごめんなさい、丸谷さん、最後の方の音声、途中で聞こえなくなりました。一緒に話しましょうは聞こえてるんですよ。その前に何を持ってきてって言って。交通費をお支払いしますので、はいはいはい、三宮の当社の事務所で、今、働いてない日も有給出るんですよねっていうその話。そして、それは、淡井さんの言葉で言うと、これ、ご本人さんとしとってくださいよ。金井健一さんという方ですか、法廷で喋られて、ちゃんと記憶になってるんですよっていう話あったじゃないですか。つまり、淡井さんがおっしゃりたいのは、過去の法廷の中の一つのトピックとして、働いてもない日だけども、派遣の人でも働いてない日については、有給が出るという判例があるということをおっしゃりたいんですよ、ね。いや、全然、丸山さん、話、全然180度変えてますよ。それはそこまで僕言ってない。それこそ、いや、録音してくださいよっていうことですよ。録音してください。
いや、だから、そこは丸山さんも録音してもらわなかったら、そこまで僕言ってないから、だから、日給に関して、その、週3日の募集をかけていて、週3日以上入れますかどうかの話も現場であって、で、働いて、で、まあ仕事が早く進んでいるから、まあ9日とか10日ぐらいからの出勤になるかもしれないし、このままのペースでもっと早く進んだら、12月いっぱいの形になるかもしれませんって、あ、ごめんなさい、ちょっとね、もう今休憩室で話してるんですけど、森谷さんと先話して、ちょっと早く出ますって言って、まだ事務所出れてないんで、ちょっと今早急に休憩所から出ますね。お疲れ様でした。あ、どうぞどうぞ。あ、まやさん、お待たせしました。すいません。私ももうちょっと移動しないといけません。で、はいはい、今言われていることだけを確認しますから。はいはい。はいはい。で、今喋ってる内容、全部録音ちゃんとしとってくださいね。はいはい。あっちっていう話、私、してるんやったらちゃんと教えてください。いいですか、はいはい、河合さんが、はいはい、あっちっていう言葉を私は言ったということで、何か違う解釈されたりとか、あと、私が喋ってることについて、AI とかっていうことをおっしゃって、ああ、そうです、コンピューターの音声、それ、本当にあるから、もしもし、もしもし、聞こえてますよ。あ、聞こえてますか、僕の方は聞こえてないです。こういう現象、本当に AI がやりおるから、僕も本当にそういう状況、この世の中の全体の状況を本当に早くこれ変えなかったら、知りません、私は。その AI の話は今いいですって、河合さんのためにお仕事を用意しようとしてるっていう、このお話と、なんで研究の話が出るのかが全く理解ができないから、そこはちゃんと解決して。で、まだ家帰って、六法全書こちらの方でも見ますんで、それといいですか、録音したやつをちゃんとデータ化して、後で後日もし私と会うことがあるんだら、USB メモリーお金払いますから USB メモリーに入れてください。ごめんなさい、喋った内容を保存して SD カードに入れて丸山さんに、はい、 SD カードの費用は払います。ああいいですね。ありがとうございます。どうも本当に。その代わり、1000円未満のやつにしてくださいね。そんな高いやつないでしょ。いやー、まあまあ、そこまでの量はならないと思いますよ。どう考えても。この会話の内容の、録音した内容ですよね。その範囲ですよね。はいはい。あ、それだったら、そこから録音とおっしゃってらっしゃるんで。そこで、やばいと。今喋ってる内容について、どうぞ、録音してください。そして、叱るべきとこ出してもらっても大丈夫です。私は全然その淡井さんの空いたスケジュールにお仕事を提供したいっていうこと、これと、まずここにつきます。12月で仕事終わるんであればっていうところと、はいはいはい、それと淡井さんがおっしゃった有給のカテゴリーが全く意味がわからない。それが六法全書に書いてあるっていうんやったら、六法全書のところを教えてください。で、わかりました。で、最後に、言った言わない話、嫌でしょ。だから、交通費もお出ししますから、ご自宅から三宮までの交通費も出します。で、弁護士事務所の前でお会いをして、弁護士を通して六法全書にこう書いてあるでしょっていう話をしっかりしましょう。そうですね。それ、ここまでしましょう。そうじゃないと、いつにしも、働いてもないのに、急に言われるのは、ちょっと私が多分バカなんでしょうけれども、
聞いたことがない。マレアンさん、もう一度家帰って、まず契約書まず見てみます。で、あの募集、はい、募集の方と。で、その辺のところと、その実態的なところも正直いろんな話教えてもらわなかったら僕も現実的にそれができるものなのかどうかとかそういうような部分もありますから。何の話ですか。実態ってな、実態って、まあまあ、そしたらまずはご自宅に戻って六甲寺の道なりを調べてください。マネアさん、僕実態って言ってないんですよ。それそちらの方実態言いましたって。あの録音聞いてください。ああ、そうです。淡井さんが実態って言ったら私は実態で返しました。これも録音しておいてください。あ、言ってますね。一応頭の中、もうちょっとね、今、もう外寒くて、右手携帯持ちながらで、もう めちゃくちゃ寒いんですよ。で、ごめんなさい、もうこれぐらいで一旦電話こぎ出せてもらってもいいですか。で、マネアさんにまた折り返し、時間あるとき電話させてもらっていいですか。私が出れたらですよ。あの悪いですけど、そんな簡単には、すいません、もう年度末やし、バタバタしてるんで、あの、とりあえず、六甲選手を見てください。あと、弁護士事務所で面談しましょう。それと、SD カードを買ってください。SD カード買ってください。で、その費用も請求してください。いいですか？淡井さんがおっしゃったことをちゃんと今形にしようと思ってます。それ日程とかね、いつ会うとかまだ電話しなきゃならないじゃないですか。それともなんかもう丸山さん違う内容を考えられてらっしゃいます。あの、いや、そうじゃなくて日程いつお会いするか電話して確認しなかったら会う日程とか決めれないじゃないですか。ショートメールがありますよね。とりあえず日付と時間を複数日ください。ああ、そういうことですね。ああ、わかりました。誠実なご対応ありがとうございます。私別に淡井さんに対して、淡井さんから逃げようとか一切そんなこと思ってません。淡井さんの言うた要望に対してちゃんと答えを返そうと思ってます。ちゃんとこれも録音してくださいね。わかってます。その立花さんのそのゲンちゃんとか女性のその従業員の人でお話ししてくださるっていうことをお話しされたこともあの覚えてます。その辺は助かります。正直もうとりあえず手がかじかんでとかって言うんであればまた、はいはい、もう一旦もう電話切らせてもらっていいですか。はい、すいません、本当もう寒いです。すいません、失礼いたします。はい、ということで、最後、僕の方で休業保証と間違えてました。で、契約書の内容とか見ていただいて、で、まあ、週3日以上の、まあ、勤務ということになってるんですね。だからそれで休業保証がつかなかったら、じゃあいつつくんですかと、契約書でそうなってるのに。っていうお話でもあるんですよ。だから昔中貨物さんとかとも、ちょっとお会いしたことあるような気がするんですよ。神戸市立ホテルフルーツラパークで。それがこの近所かどこか、まあ、あの中貨物さんへのご相談というようなところで、まあ、新しく今動画アップロードしてるんですけども、まあ、エネルギーの残存量問題についての、まあ、対策や、まあ、あちらのコストダウンを図るような内容でもあると、まあ、そういうふうなところを込みで見ていただけたらなと思います。で、あるじゃないですかっていう話があったと思うんですけども、今ちょっとスマートフォン触ってますので画面真っ暗で申し訳ないんですけども、まあ、ショートメールの方でね、あのその後家帰って六方全書を見て、まあ、こういうふうな、休業手当で、まあね、その他の現場についてと、まあ、おっしゃられてるんですけど、まあ、その丸山さんもだいぶもう
1時間近く僕も話してるので、あと最初に僕もあのいろいろ間違えてだいぶ頭の中もややこしくなってたと思うんですね。で、まあ、それで、まあ、自分の今までの経緯と、まあ、この近辺で働くことはちょっと難しいというようなことを伝えてまして、まあ、どういうふうな仕事なのかなというところもありますね。その、まあ、そういう部分ですね。